噂だけど、噂に決まってるんだけど。神岡君も知っていたのね。私は根も葉もない噂だと思ってるんだけど、鼓は。お待たせ。あ、鼓、今神岡君とお話ししていたところなんだけど。見ればわかるよ、あたし邪魔。何言ってるのよ、七不思議のお話をしてたの。だろうね。え、なんでわかるの？七角ペンダントが原因で進くんの身の回りに何かあったんでしょう。あれ、違うの？違うのか。ねえ、鼓、七不思議って全部言える？七不思議って言ったって、きちんとセットで用意されてるわけじゃないよ。この手の話は尾ひれがついたり混じり合ったりするから、今どんな噂がどれだけあるのか確認するのは難しいんだよ。そうよね、私が知ってるだけでも20以上あるもんね。なんだよね、私もなんでうちの学園の七不思議はインフレなんだろうって前から思ってたんだ。おそらくキャンパスが広いっていうのがその原因になってるんじゃないかな。いろんな建物や銅像なんかがあるから。それもそうだし、キャンパスの広さや建物の大きさの割には生徒数が少ないっていうのもあるんじゃないかな。そういうこと。星原さんの噂なんて学園中に広まっているよ。七不思議の中に入れている生徒だっているんだから。そんなの根も葉もない作り話だよ。日時や個人名まではっきりしている噂っていうのは根も葉もあることが多いんだよ。だって星原さんにはそういう噂が多いんだ。私だって悪質だと思うよ。だから根っこを探りたいんだ。それにアキちゃん、これはアキちゃんのためでもあるんだよ。苦し紛れの理由をつけた噂もあるんだけどね。そうだよね。でもこの場合重要なのは、なんでこんな噂が立ったかというその経緯にあると思うんだ。噂によると、誰かが渡り廊下から見てて慌てて現場に行ったのに、そこには死体も何の跡もなかった。そうだったのかもね。
き返ったっていう噂が流れたのは、ちょうどその頃を境に彼女の性格が変わったことが大きな理由になってるらしいの。さあ、私もよくわかんない。でも噂になったところを見ると、何かあったんだろうね。そうなの、麻生さんが原因かもしれないし、何か知ってるだろうって。それに星原さんの噂はそれだけじゃない。進君は彼女と去年の意識不明事件との関わりは知ってる？飛び降り自殺の噂はちょうど去年の今頃に広まったんだけど、去年の事件とちょうど時期が一致するんだ。それとね、今年の3月にもちょっとした噂が広まったんだ。星原さんっておとなしいから、一部の同級生に嫌がらせとかされてたらしくてね。ところが嫌がらせをしていた連中の一人が校舎裏で意識不明になって倒れていたっていう事件が起きたんだ。でもそれはあくまで噂なんでしょ？うん、3月の件はあくまで未確認の情報。嘘か本当かわからないんだけど。そうなの、嫌がらせの仕返しだったってことらしいけど、どれだけ誇張された話とかはちょっとわからないな。そこに今回みたいな事件が起きて、また噂が広まったっていうわけだよ。それが噂の特徴なんだよ。発生した原点を中心に無軌道に進化していっちゃうっていうか。だから私は原点を探って噂の進化を止める。進くんは七不思議の記事を書くんでしょ？だったら協力させてよ。うん、鼓ってこういうことには強いから、亀岡くんに協力できると思うよ。私は全然役に立たないけど。何言ってんの、アキちゃん。私たちで一緒に七不思議の調査をするんだよ。え？とりあえずさ、私は私で調べたいことがあるんだけど、進くんの記事用に新しく発生した噂、新七不思議について調べてみようか。Thank you.
私が悪いんだから。はいはい、判定しましょう。今のはこっちのお姉さんの方が悪いんです。そっちのお兄さんは悪くありません。もしかしてあなたが神岡さんですか？大噂は金がね聞いてます。いつもお姉ちゃんがお世話になってるそうですね。あのこの子は私の妹で、さやかと言います。神岡さん、お姉ちゃんをよろしくお願いします。さやかもよろしく。はあ、さやかに言ったんですか。紛らわしいから別の呼び方。さやかちゃんとかプリティに呼んでもらえません？こら、さやか、いい加減にしなさい。ごめんね、神岡くん。さやか、何か怒られるようなこと言ったかしら？ごめんね、神岡君。この子いつもこうなの。そう、お姉ちゃんが謝りすぎ。さやかの問題なのに、なんでお姉ちゃんが謝…もう、少しは静かにしてられないの？神経質なんだから、お姉ちゃんは。小心者のお姉ちゃんを理解していない神岡さんもちょっとだけ悪いかな。はい、なんでしょう。あなたじゃないの。神岡くん、やっぱり私が悪いんだわ。はいはいはい、もうジャッジは下ってるのだよ。君たち、この件は解決したの。あとは、はい、握手握手。はい、OK。そんでもって軽くキスでもしときましょうか。さやか、いい加減にしなさい。姉ちゃんだけユミクラさんって呼ばれるのはなんだか公平じゃないわ。ずっとこうだったんだから。二人とも名前で呼んでくれないかな。こら、敬語を使いなさい。それに神岡くん困ってるじゃない。ごめんね、無視しちゃっていいからね。まあ、さやかの意見は無視ですって。だって最も素敵な解決案を考えた上での発言だったのに。じゃあね、お姉ちゃん、明日の放課後は中等部までよろしくね。じゃあ神岡さんもまたね。Thank you.
ごめんね、神岡くん。面談があるの。あの子いい子なんだけど、ずっとあんな感じだからちょっと不安なの。うん、どっちもずっといないの。あ、違うの。別に両親がいないわけじゃないの。父も母も仕事の関係でずっと家にいないだけで。でも決して無責任とかそういうわけじゃなくて、ちゃんとホームヘルパーさんが週2回来てくれて、その、集会って何をやるんですか？例の意識不明の件について理事長からの説明があるようだ。説明ってどんな説明なんですか？せっかちだな。それを理事長が話すんだろ、東百合君。先生、質問よろしいでしょうか？はい、麻生君、なんだい？説明のために集会を行うほど特殊なケースなんですか？そういうことだろう。私も詳しくは知らないんだ。思わない？3人が意識不明で倒れて、その後1日置いて全校集会よ。それだけのために中等部まで呼んで全校集会を開くと思う？本当に病気の類なのかしら。しっ、声が大きいわよ。そう思ってたわよ。でも全校集会でしょ？あ、そろそろ理事長のお話が始まるみたいね。